い、畳です。畳の部屋始まりました。今回は、対話人を前回の続きですが、これはちょうど富山の模型屋さんで僕が見つけてきたので、抹茶嬢さんが好きだったんで、開封してやら面白いかなと思いまして買ってきました。それじゃあこの開封を今回は抹茶嬢さんを中心にカステラさん、2代目さんの3人に開封をしてもらおうと思います。それでは早速開封お願いします。お願いします。はい、全10、じゃあハッシュプラスシークレット2で10個入り。これは我々の普段の行いが試されるやつだ。これワンチャンありますね。これ揃わなかったらやっぱここのもねメーカーはやっぱそこと優しくないんだなと言い方我々の普段の行いの問題じゃないですか。普段の行いは俺引きって言っても俺の引きはいいよ。ただ開けるのはあれやでの、抹茶嬢さんやでの。抹茶嬢さんはね持ってますから。抹茶嬢さんはね自分が絡むと大体引き悪いんだ。大丈夫、買ってきたの俺やで。ああそうそう、それ大丈夫。開けるのは俺じゃないけど、うん、よし、じゃあまずはちょっと初手やらせてもらっていいですか。どうぞ。お、一番好きな人からどうぞ。初手を引けばとりあえず弾けてるんですか。開封です。抹茶どうしよう。これでシークレット出たらスカイハイ？スカイハイ！すげえ！すげえ！おしろ！袋開ける前にちょっと見て。ちょっと待てない！待てない！おおおおスカイハイ！ありがとう！ありがとう！そしてありがとう！はいどうぞ。はいどうぞ次。じゃあカステラライきます。何が出るかな？ガムは。ガムは食べれないよ。食べたら死んじゃうよ。さすがに一周してるから。おお。ルナティ！シークレット？いや違う。シークレットではない。シークレットではない。シークレットなんか、うん、何やったっけ。あそこはあの出てからの。あだそうです、はい、ういなんか話してたよ。抹茶嬢があの裁判につきのお姉さんとかなんかえ、どうやっていくじゃん。2代目いきます。ここにこいからーかな。あ、じゃあファイヤー。はい、じゃあルナティックシークレットの片っぽやって。え、あ、シークレットやわ。シークレットやわ。やった。いや、これからもらおうかな。おドラゴンキット。ドラゴンキット。じゃあ次行こう。サクサク行こう。サクサクごめん。ガムじゃ邪魔とけたらかな。ガムは食べられたか。楽しいくらってくれ。俺がパイセン。あ、俺がパイセン。俺がパイセン映ってない。俺がパイセン。マジか。ここだ。やっぱ見切れてるんだな。俺がパイセンな。これな、俺がパイセンだから。なるほど、そういうことやってるんだよ。運転見切れるの。見習いてまたルナティック。お、ちょっとシークレット。シークレットだぜ。すごい。ごめん、カステララ2回連続シークレットやる。引きいいね、引きいいね。知らない人に言うと、このワイルドバニーと組む前のタイガーですね。そうだ、そうだ。はい、次。かっこいいやろ。次やばいね。まさかのシークレット出たね。出たね。もうメーカーやるやん。ちゃんと入れてくれてるやろ。これありえますね。2台いきます。ストーブ揃うんじゃん。コンプレートできるかな。チャンイカロンチャン。かぶったおー、かぶったついてファイヤーファイヤー。姉さんありがとう、来てくれて。あと4つだよ。もうちゃんと動きと組んでよ。3パック目牛角。牛角さん、もう牛開封しなくても覚えたらもう間に合わないから。あと、どんどん行きましょう。あと3つ。もうシークレットないよね。もうそうだね。あとはだけど、タイガーとバーニー出てないよ。おっ、スペプロス。プロス。ペプシ。ペプシ。ってことは、この2つが、なんで残したし、この2つが、あれやろ、タイガー&バーニーのはず。バーニーのはず。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 一気に開けた。全然組めないよ。そうですね。ってことは、とりあえずなら今、組んでないやつもここ並べようぜ。とりあえず今こんな出ましたってちゃんと。すごい、このシークレットが2つ出るなんてすごいね。すごい。あとここカステラの引くとね、素晴らしい。あれ、あ、もう箱持ってる。箱だけ持っていけなかったらもうどんだけ飽きたかりやないもう。じゃあお前が、じゃあ抹茶嬢さんと2代目のシークレットをもうカステラさん2個も出しちゃったから、もういやもうすごい。お前が手が引くんや。あ、まずはじゃあ映ってないよ。あ、じゃあ一斉ので開ける。オッケーオッケー。いっせーので、ワイガタイガーやー。ワイガバニーじゃんや。
ということは、いや、ま、全部入ってた。全部入ってた。すごっ、すごっ、そんなことある、すごいの。え、これどこが作ったの。バンダイ。バンダイ、バンダイってこんなに優しかったんか、この当時。バンダイ最高。当時今そんな優しくないよ、なかなか。こんな揃わんよ。いや、ほんとそれ。もっと1個いくらないの、これ。でも結構ちゃんと細かいとこまで塗ってあるから、すごい、ちゃんと、うん、まあ、なんかまたクリア、クリアだ、すごいかっこいい、すごいクリアパーツも。まあちょっと皆さん、あのわちゃわちゃしてるので、あのわちゃわちゃにお付き合いください。もうちょっと、あの今みんな一生懸命、あの組み立ててますんで。しかもこれあれなんですね、一人一人こう台座が、台座のプリントが違うんですね、これ。そうそう、うん、ちゃんと自分とこのスポンサーがついてる。かっこいい、まあなんせシークレットも出たで、うん、これあったね、大満足大満足。これであと、あと1個、あとタイガー、タイガー、あ、主人公遅れてタイガー、まあ、ただまあまあ遅れて登場、タイガー主人公で。おお、いいね、おお、すごい、全部揃いましたね。マジか、すげえな、すげえ。これこれ絶対人も買った方がいいやん。じゃあ人はこれやれるだな、すごいね。じゃあ今回はもう開封も終わりましたんで、これで終了しようかな。なんかすごいの、珍しくちゃんとした開封動画になったね。本当よ、本当に。じゃあとりあえず最後に、あのタイバニについて、あのマッチョジョーさんから一言。前回何も言ってないで。え、言ってた言ってた。じゃあ最後一言言ってしまいましょう。最後一言、まずこれ言ってしまいましょう。ですね、ありがとう、そしてありがとう、はい、もう見ましょうね。はい、はい、じゃあ、 あのマッチョジョーさんでした。イエイ。じゃあ、今回の動画これで終了です。次回の動画もよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。ニキもよろしく。